入るってことは12月ってことが3なんですかね。まだ5月6日まで、うん、ですよね。でもこれを今だけね、ちょっとここ入ったぐらいから寒くなるときにこう持つんですかね。そうなんです。まだでも花見台5月1週間の時色が出てからちょっと赤くなるよね。ここ入ってます。3月から5月ぐらいですね、うん、あの頃欲しい。これも一緒なんです。違うよね。でも違い、見た目は似とるですからね、うん、一番産卵時期が一番時期がこれでスーパーになる。まだ卵入り始めぐらいだからいいんですよね、うん、あんまり太くなりすぎたらね、うん、痩せるからね。栄養も痩せる。色も入ってるっていう。なんかちょうど手に油がちょっと魚がもう釣った時も抜くいっていうか、ものすごく水温上がってきてる。すごいよ今。釣ったら魚が抜く。ハゲも浮いてくるけど、ね、今。おーって見えるまで上がってくる。あ、網ですくえるぐらいでしょ。いや、網ですくえるけど、まっけい魚で巻いたらね、上まで上がってくる。そちらにあってるでしょ。それが釣れるのに。来れるのに。これも一生懸命ハゲだもん、一生懸命ハゲだもん、ハゲがおったんだっけ。イカダのハゲはすごいよ。キモコものすごい。取れんのか、頑張って取ったんだから。もう10メーターまで上がってくる。浮いてくる。Thank you.